人は優れた顔認知能力を持っています。人の顔というのは基本的な構造はみんな同じなんですけれども、その中でもちょっとした違い、例えば目の形とか配置の微妙なバランスとか、そういった少しの違いだけでも人の顔同士を見分けることができます。また人の顔を見るとかなり短い時間でその人の印象についても判断されます。例えば強そうか弱々しいかどうかといったような表面的な印象だけでなくて、その人の内面に迫るような、例えばいい人そうか真面目そうかといったような印象まで自動的に判断されます。こうした顔から判断される印象についての研究が現在盛んに行われています。そうした人物の印象というのは様々な社会的場面で影響力を持っているということが分かっています。例えばアメリカで行われた研究では、選挙の立候補者の顔から知覚された有能そうかどうか、仕事ができそうかどうかといった印象が選挙での実際の投票行動に影響していたということが報告されています。このように人は顔を見ると自動的にその人の内面についても推測をして、でそのことがその相手に対する行動を決める手がかりとなっているというふうに考えられています。ですがそうした顔からの印象判断というのは本当に正確なものかというのは問題です。最近の研究では顔から知覚された印象とその人の性格が必ずしも一致しないということが分かってきています。つまり顔を見てその人がいい人そうだなと思ったとしても、実際にその人がいい人であるかどうかというのはまた別の問題です。実際のその人の性格を正確に判断しようとするとかなり時間がかかりますし難しいものです。ですので人は迅速な判断を下すとき、その判断の手がかりとして簡単に判断のできる印象というものを利用していると考えられます。このように人は自動的に顔からその人の印象を知覚してしまいます。さらにそうした印象というのは様々な社会的場面での判断に影響するということも分かってきています。ただし気をつけなければならないのは、人は必ずしも見た目だけでその人の内面について正確に推測できているわけではないということです。認知心理学は人の情報処理の仕組み、認知の特徴を知るという学問です。人の持っている認知の特徴を理解することによって、そうした判断の間違いというものを予防することができるかもしれません。